ごめんな。もう片っぽ探してやれんで。きっとな、お母ちゃんが持ってはるで。聖太くんは、せっちゃんの小さな遺骨をドロップの缶に入れると、そのまま横穴へは戻りませんでした。聖太くんが三宮駅で亡くなり、他の不老児の遺体と共に荼毘に付されたのは、戦争が終わってからおよそ一ヶ月後、戦災孤児の保護が法律で定められた翌日のことでした。